上，请你过上，请你。昨年大宮駐屯地において車両整備中の事故で亡くなった故吉沢美穂市長の命日であり、出席に限らず諸官と共に故人の冥福を祈りたいと思う。黙とう。
我々は今どこにいて、その結果として何をなさなければならないのか。現状認識に変化がなければ新たな施策は必要ないであろう。しかし私が政府方面内で見てきた状況は、もはや我々自身が従来の形では力による現状変更の試みに拘束することはできないということだ。その緊張感をほぼ東京に着任し、感じないこと、着任して一番驚いたことはそのことだ。彼らが繰り出す新たなチャレンジ、その現状認識さえ正しく国民に伝われば、日本が今なぜ形を変えなければならないのかということが、賢明な日本国民なら容易に理解できると思う。さて、大使館の諸君、私は着任の時点、統率方針を現地に戻れ、要望事項を移植されと言った。この記念日の席では、要望事項を移植されについて発表する話をしようと思う。先ほど述べたが、中国の軍拡の動きは我々には止められない。この流れがこれからも続いた暁には、海軍自衛隊が現在過労して保持している領海、領空における優勢も、その均衡は中国に傾いていくことになるだろう。力による現状変更を許さない。そのために日本としては米国との同盟のより実効性の向上が求められるのは言うでも言うまでもない。私は最後の勝負は兵士の質ではないかと思っている。陸上自衛隊の伝統とは、質の高い隊員を育て上げるシステムである。その結果、どんな困難な状況でも一糸乱れず部隊で隊員が育成されていくと思う。そしてその極みは何かというと、私は愚直さではないけれど、事故の目的に、事故の任務に愚直であると。無職な隊員を前にしたとき、人は恥じろ。なぜここまでやるのか、なぜここまで成功できるのか、無職がすると我々に求められることだし、このような組織であることが最後のそれでたく組織に必要だと思う。無職たれ、無職たれ。記念日に際し、諸官とともにその思いを共有したいと思う。師団創立52周年にあたり、師団長として改めて大吉さんの担う重責をに思いをいたし、隊員諸官とともに国防に任じる無人機としての気概と誇りを胸に、日々鍛錬を行うことならず、通行なる任務完遂のため、帝京大吉さん広報師団の先生に全力を尽くす覚悟で、最後に本日の総理記念日にあたり、ご対応中にもかかわらずご臨席を賜りました皆様に改めて感謝申し上げ、一同平成26年4月13日大吉団長陸将長井渡部舞台4件砲弾。ここでご出陣をいただきます。東京都知事、舛添要一様。